てててんててててんてててててててんてパクりました。ということで今回はこちらですね、タマッコロです。これねちょっと欲しかったんですよ。ここ書いてありますね、24分の1ゲーム筐体っていうやつです。まあもうすでにねガチャガチャコーナーで出てるので、開けて開けてみましょうか。何の音だよ。口ノイズ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 。筆箱どう？筆箱いい感じ。新しい筆箱いい感じ？いい感じ。大事にね。あ、ちょっとまずこちらが先ですね。これ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 。24分の1ゲーム筐体コレクションというか、こういうキャラは入ってないんだな。ゲーセンのやつだよ。ゲーセン知らね？知らない。ゲーセンを知らない。ちょっと。なんか差し替えとかあるんだね。自分で切り取らなきゃいけないんだ。うん、アップライト筐体とテーブル筐体っていうのがあるんだな。ということで、あ、もうこうなってるんだ。あ、なんかこれアストロシティみたいな。アストロシティ知ってる？これ知ってる。うん、知ってんの？知らない。生返事。生返事。違う、うん知らないって言って。あ、うん知らない。イエス知らないっていう。外国人困ってしまうパターンですね。うん、外国人、セルフィアイエス。イエス、ノー、どっちですか？イエス、ノー。なんかアストロシティみたい。なんか、あ、トイズシティになってる。ピンクじゃない？うん。でもセガのパクリじゃないけど、オマージュです。ちょっと、何やってんの？開けられないの？開けた。パーツなくさないでよ。なくはない。何まで出したいの？これシールとかまだ貼ってないんじゃない？シールどこ？これ多分頭につけるやつだよ。頭？ここのここ。だって出っ張ってるじゃん。あ、ほら出てきたこれ。貸して。打ちつけたい。うん。切る。うん。結構硬い。お肉硬いね。うんま。入った？そんな。ベンチ。ベンチじゃない。違うね。椅子ね。チェア、チェア、チェア。知りません。え？チェア知らないの？知るわけないだろ。だって今英語やってるんでしょ？1年生でも。やってるよ。落とした。今日のアストラ、ちょっとなんてことするの？どっから入れるんだろう、これ。こっから入れる？パズルというかさ。赤ね。赤ね。円に入ってる。ちゃんと入れた？どっから入れるんだろう。ここか。ここからこれを刺す。めっちゃペラペラ。ここからこうやって入れる。すごい。ゲームだった。ゲーム。集めみたい。残念ながらこれ多分スペハリのオマージュ。スペハリ。スペースハリアね。いいねこれ。ちょっと入ってないや。ベンチは？ここ。はい。こんな感じです。ここになんか、あ、これがあるよ。紙がある。まだある。なんか紙ある。うん。ゲーセン。ダンダララ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 ンダラ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 ン俺は知ってるに決まってる。いやいやいや、クリボー。クリボー。じゃあもう一個行きましょうか。ガチャクリボー全然ない。どっち行こうかな。赤行きましょう。赤。3倍。まあね。3万円すんのか。そんなしない。いくらだろう ?300 円だったかな。500円 ?500 円そんなにギミックないの。同じですね。あ、こちらですよ、ほら。知ってます？テーブル型。プンプン。テーブル型。俺この時代しかあんまり知らない。こういうなんか、あ、うん、なんかこれ動くよ。何が？ほら。あ、動くの？うん。リアルだ。でもこっち動かないよ。うん。こっちも動かないよ。そうなの。これ壊れちゃってない？え、壊れてる。あ、でもちゃんとくっついてる。だからこっちは動くのかな。あ、スティックがちょっと動くと折れてるわけじゃない。でもね、こっちはね動かないの。そうなの。うん、ちょっとやってみて。ああ、これでも折れてるわけじゃなくて、ちゃんとね、うん、ちゃんと、なんて言うんだろう。これもやっと動いた。こ
動くか。あ、動くのか。待って、これさ。あれ画面がおかしい。これさ、なんかさ、本当になんかゲームのなんかさ、うん、スティックみたいに。スティックみたいになってる。スティックみたいになってる。カチッ、カチッ、カチッって。カチッ、カチッ、あ、こうか。このはい、ゲーム。ゲームセンター。はい、多分次のやつ同じなんだよね。うん、次のも多分一緒だね。次多分、なんだろう。種類が違うとか、同じやつなんだけど、うん、同じなんだけど、ちょっとゲームの種類が違う。なんかパックンみたい、これ。パックマン？そう、なんか。パックン。パックン。パックマンみたい。パックマン知ってんの？なんか。パックマン。そう、なんかパクパク食べる。うん。なんか見たっけ？で、またつけてくるの？つける前にこれ、あれ。今回、次のやつは、バーチャ。バーチャ？うん。バーチャファイターの、まあ、似たやつ。3点。うん。あ、ちょっと。ここね。そういうこと？これ刺してくれる？あ、オッケー。任せた。ちゃんとこれさ、紙だからさ。紙だから、ふにゃふにゃになると。ふにゃふにゃになるともう終わり。うん。この部分が、とんがってるところが上ね。終わり中も終わりだから。うん、終わり中、まあ、対戦格闘ゲーム。本当だ。戦ってるやつ。これは違うの？そっちはね、スペースハリアーの、あ、取れた。取れちゃった。ちょっとこれ、つけてこう。ガチャリンコ。うん。クリボン忙しいね。そっちじゃないの。クリボン忙しいね。うん、あれ？髪が？あった。ベンチ。ベンチ。あ、ちょっと色が違う。色変わったね。なんじゃそれ。なんじゃそれ。ほんとだ、対戦じゃん、これ。うん、二人対戦です。だってさ、なんか、体力あるもん。体力ゲージ。うん、そう、ほら、ここ。ここね。ストリートファイター。はい、ストリートファイター知ってる？知らない。ストリートファイター。こうやって並んでるんだって。最後、カチャ、最後、カチャ。多分こっちの方だ。こっちだよね、絶対、うん。それじゃなかったらおかしい。まずね、色でわかる。色でね、うん、違う種類が出てくる。うん、そうじゃん、だって今まで色違かったじゃん。赤とかなんか緑。うん、黄緑とか。ボールの、ボールの、うん、あ、うん、釣りそう。あ、これもまた色違うやつ。ベンチ？あ、ベンチが違う。ベンチが違う色。青い。おう、青い。開けてみよう。まあ、同じやつですね。形は一緒。スティック動くな。あ、スティック折れてね。あ、いいのか。この向きか。うん、で、こっちも、こっちもこんな感じだから。うん、こっちはね、なんかカクッカクッって動くの。カクッカクッ？うん、ほら。うん。次、じゃあゲームをやると、あ、懐かしい。これ、なんていうの？ギャラガみたいな。ギャラ。横からスーッと、どうしちゃったっけ？こっち向きだった。チョロチョロチョン。椅子が落ちた。こっちだ。ここ。どうだった？どっち？どっち？ちょっと刺してみて。ここなの？だから横ですよ、ここ。ここ？うん、で、多分反対。こう？うん。なんか難しそうなゲーム。まあ、これはシンプルです。これなんか、これはなんかカチャカチャカチャって動くんだけど、こっちは行くよ。うん。で、上に向いてるからね。両方向いてるか。もろいね、上のやつ。もろい。もろいよ、ちょっと取れちゃうよ。これ、この電車入ってる。もう、リクエスト。これ、種類間違えないよね。種類間違えてると、これがここに入ってる。うん。うん、できました。10分かかっちゃったよ、これ。本当だ。ではまた。
ではまた。ではまたっていうことだったんですけど、まあちょっとね、最後に。まあちょっとどうしてもね、娘ちゃん開けたくなっちゃって、開けてしまいましたけど、まあこちらね、24分の1スケールということで、まあ当然ゲームはできないんですけど、どうでしょうかね、あの情景とかにこう置いてみる。あと、こうダブってもそんなに後悔のないものだと思います。まあこれニコニコ入って全4種類となりますけど、まあ別にね、3個、4個とあっても、まあアーケード風にね、こうジオラマを作ることもできますし、なかなかこういいんじゃないでしょうか。いやこれね、まあ自分はこのね、アップライト筐体っていうやつでしたっけ、違うな、テーブル筐体の方しかあんまり知らないんですけど、アップライト筐体の方はこうね、なんていうのかな、セガのアストロシティに非常に似せていますんで、あーといった感じがあると思います。ではまた。